ちは。よろしくお願いします。ST48 スタッチキュンからやってまいりました。はい、ST48 の谷口真ひなです。仏壇の森の秋元と申します。よろしくお願いします。あのまず今日ちょっといろいろ見せてもらいたいんですけど、はいはい、仲を深めるためにまひなちゃんがちょっと呼び方を岸本さん、あだ名を、はい、いつもね決めてるんですけど、岸本拓真さんですよね。はい、たくまーくんで。たくまーくん、よろしくお願いします。はい、いいですか、呼んでも、はい、今までそういうあだ名がついたことが一回も。じゃあたくまーくんで、たくまーくんで、はい、で仲間が深まったところで、はい、いろいろ見せていただきたいんですけど、うん、一押しありますか、たくまーくんのね。あ、知りたい。一押しはこちら、ジュズになるんですけど、うん、ジュズ今すごい若い女性の人気の商品になってまして、一番は、はい、パワーストーンでいろいろ、みんな好きですよね。パワーストーンも数珠の一つ、はい、そうですね、パワーストーンをつなぎ合わせて数珠のようにお作りさせてもらって、それがすごい若い女性に。私はこれが気になる。あ、かわいい、かわいい。これ本当に普通 に、はい、パールだからこう、はい、普段使いできますね。そうですね。え、ちょっとつけてみてもいいか。こんなのもあるんだね、はい、絶対。え、これかわいい。あ、似合いますね。かわいい、ね、かわいいよね。シルクでもめっちゃ全然ね、硬、はい、くなくてラフにつけれる、かわいい。え、あ、すごくシルクに似合ってます ね。これだったら本当にめっちゃいい。いいよね、馴染んでる。やっぱりこう変わりますね、こういうの見たら。そうですね、やっぱりファッションの一つとしても使えますので、アクセサリーはもう大切です ね。大切だね、本当に。かわいい。それぞれ運だったり恋愛運だったり、そういうのがあるんで。なるほど、恋愛運もね。そっか、自分のこうね、用途に合わせて選べるんだ。はい、選べます。でもたくさんありますね、はい、種類が。とてもある。私やっぱパールのが好きだな。あれ、あれ一押し、うん、あれ一押しだな。七井さんファンの方がみんなが買います。買ってくれる。これも今、今年うさぎ年で自家製で、はい、え、これはなんか、はい、ストラップです。はい、しかもすごいお手頃。はい、これ何で、あれなんですか、何でできてるっていうか、何を。プラスチック、アクリルで。へえ。じゃあこれの例えば金色と紐はこの色でとか、はい、自分でカスタマイズできる。はい、できます。へえ、めっちゃいい。あのファンの方こういうの大好きなんですよ。あ、うん、推しのカラーにできるってことですよね。ぜひプレゼントしてあげたら。こういうのをあの食べるものとかに添えて写真撮って載せたりするんですよ。あのね、私のね、推しはね、向こうにあるんですよ。あ、じゃあ見に行ってみよう。いいですか。うん、私の推しはこちらです。え、すごい。え、これ何ですか。あれ、お線香ではないね。ろうそくですね。え、かわいい。そう、こちらになります。和菓子みたい。はい、最近こういったこう和菓子系だったり、いろいろ果物のろうそくをお供え物用として置かれる。めっちゃ可愛くない。可愛い。こういうのいただいたら見た目にもね、嬉しいですね。そうですね、やっぱなかなかこうお線香はたくさんいただくんですけど、こうちょっと変わったろうそくとかをもらえると皆さん喜んでますね。美味しそうですね。ね、食べ、なんかさっき聞いたら食べても大丈夫なのに作られてるらしい。え、そうなんですか。そうです。え、間違って食べちゃってもいいように、はい、実際にいるんだって食べちゃったから。確かに、お供え物に置いてあったらちょっと食べちゃうかもしれないですね。私も全然食べちゃうもん、多分。え、でもそういう配慮もされてるんですね。そうですね、結構ペットとかが食べ物と思って間違えて。ペットも食べちゃう、はい、でも安心ですね、それなら、うん、私の一押しです。うん、確かにいい、はい、センサーありますね。センサーあり。やったー。ななみさんなんか気になるなんだろう。この辺が気になる。金木犀の香りですか。はい、それぞれ匂いが。嗅いでみたい。金木犀って人気ですよね、匂い。一番人気で、ね、やっぱりそうですか。やった、一番人気だって。あ、いい匂い。いい匂い。え、なんか、なんだろう、しつこくない、うんうんうん、なんかすかに、ほのかなね、うんうん、いい香りがする。ちなみに自分も家で使ってます、金木犀。あ、本当ですか、金木犀。お香代わりとして。おしゃれ。最近流行ってますよね。はい、なんか今お線香というよりかはお香代わりに使う若い方が増えてますので、うんうん、若い人にそういう使い方してもらったら嬉しいですね。そうですね、うん、匂いはたくさん楽しめるというか、うん、匂いフェチの方に、はい、え、だってひまわりの香りもあるよ。え、すごい。どんな香りなの。どんな香りなんだろう。
夏いい香りでもすごい爽やかな感じちょっとでも近いかもしれん、うん、そうだね似てるかもお香代わりいい安らぎますね、まだ私お香デビューしてないからあ、うん、ぜひこれきっかけに、はい、そうかこうやってお香代わりに使えばまたこう身近に感じられますねそうですね、あしかも詰め合わせできるんですかはいできますいや最高こういうちっちゃい箱に2つ3つで じゃあ贈り物とかにもいいそうですね、うん、誕生日プレゼントとかに贈られる方もいらっしゃいますすだちでキュンいろんなお箱があるんですね本当にそうですね洋風なのは形がたくさんあってさまざまえもう一度見てこれQR コード何ですかこれはこれ 石の中でこう QR コードを作って、うん、いろんなサイトに飛べますよってやつなんですけどこれはなんか飛べるんですかちょっと見たい見たい、はい、実ははいやってくださいやってくださいおどうだ あすごいちゃんと仏壇さんの、はい、ホームページ、ね、社長がはい社長が本当だ、はい、もくりんくんとすごいこの石に彫ってるやつでもちゃんと反応するんですねそうですねなんで、まあ、ホームページ以外でも何でも QR コードで作ったら私もこれ欲しいです本当にえ何彫りたいの私のツイッターの QR コードをここに貼ってもらって、うん、どこに置くの？どこに置こう？どこがいいかな？どこがいいかな？でもここにこうひそっと置いといてもらえたら、あそうだね、みんな読み取って、ね、読み取って、こう、ね、なんだろうってね、そう増えそう。面白い。これこちらのお墓なんですけど、はい、めっちゃいいマット？一応これがレザーで。レザー？レザー？はい、これレザーなんですか？はい、かレザーをお墓にしてみたっていうのでレザー？はい、あの革ですえ本当にあのレザーですかあのちょっとやっぱり若干作り方は変わるんですけどすごいちょっと触ってみてちょっと触りたい、はい、横の石とこう全然違う見比べていただ触っていただいたらこれツルツルですもんね、はい、失礼しますこれじゃあ雨に濡れても大丈夫なんですか全然違う雨に濡れてもはい大丈夫だと思うレザーなんか色味が赤っぽくなってきたりとかしないんですか最終的なのは一応非公開でなってるみたいで、なるほど。なんかいろんな質感とか、こういうなんか石の種類とかを選べるところとかってあったりするんですか？一応、はい、あの、あちらにもあるんですか？はい、社長考案の社長考案のコーナーがそれは見なければ。それはそれはこちらのゾーンになるんですけど、はいはい、これですか、はい、じゃあちょっと行ってみよう。どういうあれですかこれは。ここが全部石の種類になっておりまして、うん、こういうふうに取り出せるようになっておりまして、あ、石がいっぱい書いてある、はい、そうですね、それぞれ石の種類がありますので、ここから好きな石を選んでいただくようになります。あ、なるほど。こうやって確かにこうやって見比べた方が分かりますもんね、うん、そうですね、面白いですね。白身ちゃんと名前がね、はい、これ社長考案のコーナーなんですか、はい、社長が全然作ってほしい。確かにこれ大切ですね。大切、はい、じゃあまだこうやって見て、あ、全然、しかも石によって全然違うんだなっていうのが、あ、はい、分かりますね。違いがここで全て分かるので、うわ、これは面白い、ね、めっちゃいい。さすが社長、さすが社長、はい、で形はこのお店に並んど以外にも、例えばこういう形にしてほしいってデザイン変えてきていただいたら、じゃあ本当に世界一つだけの、そうですね、要望通り、はい、あしちゃんどうだった？はい、あの初めて、あの実際に中に入って見るのは初めてだったんですけど、もう本当になんか、なんだろう、想像以上になんかいろんなものがあってめっちゃワクワクしました。そうですね、ありがとうございます。なんかこう若い世代の人たちでもすごく入りやすいなって思いました。弊社の方もそれを目指して、はい、させていただいたんで、お仏壇の他様だけじゃなくて、そういうのもやってますよっていうのが、これで皆さんに知っていただいたらありがたいです。絶対これきっかけで、須田キュンファンのね、皆さんはじめいろんな人に来てもらったらいいよね。で、同じものを見て、あの選んでもらって、うん、マークにね、ね、ほんまにめっちゃいい、うん、いいね、はい、ありがとうございます。じゃあ、あのポーズで締めましょうか。はい、はい、じゃあ左手が須田ち、右手がキュン、はい、いきます、せーの、すだちでー、
キュン。